そんないらんくない順序。俺多分、ね、秒でかけるくるくるちょもちょもくるちょもちょも今日はいい日だね。このキッズたちも俺たちのこと許してくれないこわっ、誰か顔の下サイコパス。これ簡単がゆえ逆に難しい。これそうね、わかんないわ。次は完成させるから安心して。じゃあ俺もちょっと当ててもらいたいんで。おっしゃ、難度。オッケー。でもちょっと俺なんとなく今まで雰囲気分かったから、うん、さっきはね並べただけやったのでちゃんと絵にしたらいいんでしょ。そうですね、うん、ルール分かってなかったわちょっと薬やりすぎで最終問題です。おい、ます。基本は丸、基本は丸、丸書いて丸、丸書いて丸、ゴマ書いて丸、ゴマ書いて丸、右にちょっと丸、左にちょっと丸、下のこっちにも丸、下のあっちにも丸、三角おにぎりでむむ、反対おにぎりでにっこ、おはよう、ほにゃららで腹ペッコだ。はい、ちょ、じゃあ書いてくれました。はい、はい、じゃあこれ完全に合ってると思うね。お、じゃあタイトルと、絵を発表してください、はい、はい。なんだかわからないけどちょっと可愛めのやつこれ完璧に合ってるよ、歌の歌詞と。歌詞とね、うん、バチバチに合ってるよ。ちょっともう一回歌ってみて。はい、基本は丸、輪郭、基本は丸、輪郭ですね、丸書いて丸、耳ですね、ここ丸書いて丸、丸書いて丸、丸書いて丸、ゴマ書いて丸、ゴマ書いて丸、ゴマ書いて丸、右にちょっと丸、右にちょっと丸、左にちょっと丸、下のこっちにも丸、丸、下のあっちにも丸、丸、三角おにぎりでムーム、三角おにぎりでムーム、ここね、三角おにぎりでムーム、反対おにぎりでニッコ、反対おにぎりでニッコ、ニッコ反対おにぎりで、おはようほにゃらら腹ペッコだ、おはようほにゃらら腹ペッコだ。違う正解はですね、星のカービィでした。カービィってさ、カービィかけたよ、カービィ。カービィこの段取りいらんくない、カービィは。めちゃくちゃ長かった。いや、難しいね。最終問題。おっしゃ。これで俺当てられれば。そうね、勝ちやね。俺の勝ちです。じゃあ、さっきはチワワで段取りも短かったから、はい、もうちょい長い。でも、比較的簡単。じゃあちょっとね、流行りにもちょっと乗っかっていこうかな。いくよ。はい。棒が一本あった後さ、葉っぱかな？葉っぱじゃないよ。帽子だよ。帽子？帽子に髪の毛生えてきた、生えてきた。1月の1日の1時1分11秒。雪がどんどん降ってきて。ゲッホ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 、風邪ひいた。ぴっかりと光る、その瞳。私を書いて、じゃーん。はい、書けました。はい、それでは発表していただきましょう。はい、マンコ。サイコパスの能力というのは、実はこう人ができないようなこう霊理な判断とか。マンコでもねえよ。何これ、マジ気持ち悪いんだけど。クルちゃん、はい、俺1枚目めっちゃ注意されたけど、はい、くるちゃん2問ともそれよ。そのまんまかい。そうよ、俺ちゃんと2枚目はガッチリ絵にしたよ。これちょっともう一回歌ってみてよ、俺ちょっと解説するんで。いくよ、はい、棒が1本あったとさ、はい、
葉っぱかな葉っぱかな葉っぱじゃないよ。これ急展開言ってね。帽子だよ。帽子だよ。帽子に髪の毛生えてきた。生えてきた。1月の1日の1時1分11秒。雪がどんどん降ってきて、ゲッホ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 、風邪ひいた。マスクね、マスク。ピッカリと光る、その瞳。私を描いて、アマビエちゃん。アマビエちゃんって何？アマビエは、今、コロナを吹っ飛ばすって言われている、疫病に強い神様。めちゃくちゃ入ってたよ、アマビエ。アマビエグッズがめちゃくちゃ出てたし。そうなんだ。こんな感じだよね。全然違う。アマビエちゃん、こんなんですね。へぇー。あ、そう。マンコではない。これが、マンコではない。ここはクリトリスで。ごめんね。これ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 。逆にすると。キツちゃうかい。あ、忘れてた。ちょっと書いてみましたけれども。悲惨だね。これだけ残そう。あ、これは唯一キーホルダーでなってもおかしくない。そうそうそう。クリちゃんはオフィシャルキャラクターです。そうです。これ元何でしたっけ？カビカビカビ。あのぜひね、皆さんもまだ自粛期間は続いてるんで、絵描き歌を聴いて何を描いてるのか当てるゲーム遊んでみてはいかがかなと思います。今日は、クリスマスで絵描き歌何描いてるの対決としてみんなお送りしました。ありがとうございました。ヌードデッサンさせて。いいね。それいいよ。いいね。ありがとうございます。